経過しています。今日は、ピッチャー2人、吉田大輝とカープ森下、この対決を楽しみにチケットを買い求めたという観客の方も多いと思います。両チームのこれからのエース候補、若松さん、森下も特にそのエースに近いところまであっという間に来ましたし、はい、吉田大輝はこれからね、ヤクルトをどれだけ引っ張ってくれるかという存在ですよね。そうですよね。結構今までも結構試合はこう作ってるわけでね、あまりその吉田が放った時にあまりこう点数取れてないわけでね、援護もなかった時もありましたもんね。そうですよね。ですからやっぱりあとはもういかにテンポを良くして打者にね、気持ちよく打席に入ってもらえるような、その辺の気配りも多分これから勉強していくといいと思いますけどね、さあそして森下と村上という2回目の対決、神宮球場が沸いています。第1打席は森下がかなり意識した形でフォアボールを出しました。変化球から入ります。村上に関してはかなりこうカープのバッテリーがストライクゾーンではなくて臭いところで勝負をしようという、ここは抜いたボール空振りです。不動の4番としてこのチームの中で好成績を上げている村上です。これも抜いてきました。追い込んだ森下、チェンジアップでしょうか。チェンジアップですよね、それとやっぱコースがいいですよね、はい、わあ、3つ空振りをして三振です。森下が奪った今日5個目の三振、去年の新人王から三振を奪いました。これは第1打席とはかなりですね、若松さん、対決の様相は変わりましたね。違いますよね、だからこう第1打席フォアボールで逃げちゃダメだというそういう気持ちで今おったんじゃないでしょうかね、結局この村上を塁に置いての坂口のホームランでしたからね。そうですよね。ここまで森下は毎回三振。さあ西浦の当たり、ライトに伸びていくフェンス直撃、当たりが良すぎてセカンドには進めませんでした。西浦ライトへのヒットです。これ西浦の状態はですねかなり若松さん上がってきたんじゃないですか。上がってきてますね。今なんかでもスライダーかカットボールですよね、これを今まで悪い時はもう引っ掛けに入ってたんですけども、今はほとんどこうセンターから右方向とかねそういう意識がありますんで、ああいう打球が行くわけでね。さあそして逆転ホームランを放っている坂口との今日2回